なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を死なせず、どうやって巨人に勝つ。そんな方法は私が知るわけない。なら俺たちはあの人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。狙う。邪魔しないで。ズブ。蹴散らしてやる。ズブ。次。かっさばいてやる。頼む。次。了解だ。当たった。邪魔しないで。よし、なんとかしのいだな。しかし、そろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。ついて。高速用の装置だけど、足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。アルミ、味方、作戦は？エレンはどうなっているんだ？エレンが暴走して岩を運ぶ前に倒れた。仕方ないのでエレンを守っている。僕に考えがある。一緒にエレンのところへ行こう。まずい。私も行く。こんな時に。アルミ、私のそばを離れないで。の恐ろしさ、思い知れ。これから巨人拘束用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなじを狙ってくれ。邪魔しないで。狙う。
反応がなかった。もう誰がやっても意味がない。やるだけやってみるよ。とにかくエレンのところへ急がないと。蹴散らして。了解だ。かっさばいてやる。ミカサ、いいところに。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。もう一押し。了解。従うよ。捕らえた。次。落とした。助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。狙う。エレンを守るために人手がいる。エレンも狙う。分かったよ。落とした。味方が苦戦している。行かないと。